はいこんにちは派遣社員の一人ごと第153回目となりました今回もご視聴いただきありがとうございます今回のテーマはえ前回のちょっとテーマと引き続き、えー、海外拠点の外国人について取り上げてみたいと思いますえ前回話した、えー、職場での話の続きなんですけれども新しく入ってきた英語が話せる現社員の方がですねちょうどお休みの日だったんですよね で私もオペレーターとしてあの通常にあの出てたんですけども夕方ぐらいにですね、あの突然普通の内線電話ではなくて外線電話が入ってきたんですよ私のところに。 で、なんか間違い電話かなと思ったんですけどあとよく時々なんかこの回線が生きてるかどうかこの営業用にこうワン切りでかかってくることとかありますよねそんな感じの電話が結構あったんでもしかしたらそれの類いかなと思ってたんですけどもあのコールが鳴り止まないんでちょっと出たんですよ そしたらいきなり英語でベラ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 話し始めてでなんかよく聞いてるとその会社のですねニューヨークのあの拠点の営業マンかなんかだみたいなんですよねで私も英語そんな <laughs> あの得意じゃないわけじゃないし喋れるわけでもないんでまあ、なんとなく言ってることは分かったんですけどただ なんか相手の要望に私が当然答えられるわけではないし、まあ、あの正社員ではないんでその英語の話せる担当の方に代わりますので少々お待ちくださいっていうことを英語でちょっとこうお伝えしたんですよ。したらもうノーノーノーみたいな感じでですね一切聞き入れずになんかひたすら,ひたすらこうバーッと話しかけてくるんですよ。で私ももう途中から何言ってるかわかんないぐらいになってしまって。 これじゃもう拉致あかないないと思ってもうとりあえずちょっと一方的にちょっと強めの口調で、まあ、とりあえずあのた英語の担当の方に代わるんでお待ちくださいっていう形で保留にあのちょっとしたんですよね。ですぐあの SV に行って、まあ、ちょっとなんかニューヨークの拠点の方から電話かかってきてるんでちょっと私じゃ対応しきれないから原作先の。 英語の担当の方にちょっと変わってもらえるようにちょっと交渉してもらえ交渉というか話をしてきてもらえますかって言ってまあ来てもらったわけなんですよで派遣先の社員の方が来てまあ私のところでそのニューヨークの拠点の方と英語で話をしてまあなんか内容はよく分かんなかったんですけど、まあ、一応話を終えたみたいだったですねであの全然問題ないんで大丈夫でしたよっていうことでおっしゃっていただけたんですよでとりあえず私も一安心してああよかったと思ったんですけど よくよく考えてみるとななんんでで外国人ってあの英語なんですかね <laughs> あの確かに公用語は,英語は英語だってことは分かるんですけどもこの会社は本社はは本本日にあるんですよねその本社に電話をしてくるにあたって、えー、と実国語の,じあの英語で話してくるってちょっとこうずうしくないですかっていう、まあ、個人的な感想なんですけどせめて あの日本の本社にかけるんであれば自分でも片言でもいいから日本語で話すとか、まあ、英語混じりでもいいですよあの日本語で話してくるもしくは話をしようという姿勢を見せるのが私は当然じゃないかなと思ったんですよねだってあなたは日本の企業に働いてるんですよだったら日本語で本社にかける時に電話するのが当然じゃないかなっていうのが私の ちょっと個人的意見だったんですけどどう思われますか、ねまあ一般的に考えたらあの英語で話せばいいじゃんっていう話になるかもしれませんけどもそもそもその外国人の方の考え方が私がちょっと気に食わなくてですね <laughs> なんで英語がこう一番みたいな、うん、まあ普通にあの何度も言いますけど公用語なんで普通の一般的なその国際、まあ、会議とかで例えばですねそういった場所で話すのはいいんですよ。 ただ今回は用事があって海外拠点から日本の本社に電話をしてきてるっていうシチュエーションなんですよ。そんだったらせめて日本語で電話してこいよっていうのが私の意見なんですけど皆さんどう思われますかね。うんなんかその方はもうひたすら英語担当に代わると言ってももうあのノーと言ってですね引き下がらなかったんですよね。あくまでも。 自国語の英語でもう押し切ってくるような感じのタイプの方だったんでちょっと失礼な方じゃないかなというかこういうもうちょっと相手のことを考えるとか私が英語ができませんっていうことあのその話せませんっていうこともちゃんと伝えてるんですよね、まあ、片言の英語で。それでもあの英語でひたすらこう自分の要件を言ってきてるっていうことに対してちょっとうーんどうなのかな。 どうなのかなっていうよりも私としてはまあちょっと許せないなっていうような感じでしたね。まあもしもともとですねなんでコールセンターのその電話のところに外線で電話かけてきているのかっていうこと自体がおかしい話でちゃんと担当者のですね電話番号を調べて電話してこいよっていうのが私の正直なところです。まあいずれにしてもそのニューヨーク拠点の外国人の方がまあ結論から言うと相手先の電話番号もちゃんと調べずに 一方的に英語で日本本社に話しかけてきたといったことがまあそもそもの原因だったんでちゃんとそれをあの正しく自分で調べてその英語担当の方にあの電話をすれば何の問題もなかったということだったんですよね。まあ本当にちょっと私としてはあんまりいい気分ではなかったんですけどもまあこんなこともありましたということで今回お話以上とさせていただきます。今回もごご視聴いいたただきありがとうございました